イタロ・カルビーノは、イタリアの小説家、SF 作家、幻想文学作家、児童文学作家、文学者、評論家。20世紀イタリアの国民的作家とされ、多彩な作風で、文学の魔術師とも呼ばれる。キューバのハバナ近くの村サンチャゴデラスベガスで、農学者で、農業試験場の所長をしていた父、マリオ・カルビーノと植物学者の母エバリーナ・マメーリの間に生まれる。 2歳の時に父が花弁栽培試験場の所長となり、両親と共にイタリアに戻り、20歳まで三例もで過ごす。1941年にトリノ大学農学部に入学。1943年にフィレンツェ大学農学部に席を移す。ムッソリーニ失脚と救出後のファシスト政府成立で、長兵器費のために身を隠し。 1944年に弟と一緒にパルチザンに参加し、1945年のイタリア解放に至るまでガリバルディ旅団に属して宴会アルプスの山中で活動した。戦後は鳥の大学文学部に編入して1947年に卒業し、エーナウディ社編集部に入った。また、イタリア共産党員としても活動し、帰還し、ウニタの編集局員も務めたが、 ハンガリー動乱などの社会的動向の影響で1956年に脱党した。1945年に書いた短編小説がカルビーノの二人の父と言われるパベゼ・ビットリーニの目に留まり雑誌アレトゥーザ・ポリテークニコに掲載されて作家デビュー。1946年にモンダ通り社で新人の長編小説募集にパルチザンでの体験を元にした。 蜘蛛の巣の小道を応募し、採用されなかったが、パベーゼが気に入って1947年に、エーナ・ウディ社から出版され、ネオレアリズム文学の傑作と評される。その後、1952年の、真っ二つの死尺、続いて、木登り男尺、不在の騎士という偶話的で、ファンタスティックな要素を持つ作品を発表。アンチネオリアリズム作品として、注目を集め、 この3作は1960年に我々の祖先と題した一巻としてまとめられた。その後も科学的知見と空想力を駆使したレコスミコミ家、柔らかい月やメタフィクションの手法による冬の夜一人の旅人がマルコ・ポーロを語り手に架空の都市を描いてゆく見えない都市など時に実験的な手法も取り入れた作品を主に発表するようになる。 1954から56年にかけては、グリム童話集に匹敵するものをという出版社の依頼で、イタリア全土から採集した民話をまとめた、イタリア民話集の編纂も手掛けた。累計を整理した200編の民話を地域別にまとめ、また方言からの書き起こしなども行った老作で、ピノッケを依頼、イタリアに登場した子供向けの本としては最も美しい作品と評された。 1959年には、ビットリーニと共に、雑誌、メナボーを創刊、ビットリーニの死と共に1967年に、週刊。1962年には、オムニバス映画、ボッカチオ70の第1話、レンツォとルチアーナの合同脚本に一部参加する。1970年には、アリオスとオルランド狂乱の現代向け編集版を、 アルフレード・ジュリアーノによるエルサレム解放と同時刊行。1969年に刊行されたボーニファチオ・ベンボ、ガノ・ゴーカボン、タロットに各カードにまつわる物語、宿命の交わる城を掲載。これに宿命の交わる酒場を加えて1973年に宿命の交わる城として出版。1976年には、 国際文化交流基金の施設として来日し、その時の印象を記したエッセイは、砂のコレクションの第一部に収められている。またこの時に、翻訳者の川島秀明、米川義夫、脇伊沢らとも交流した。カスティリオーネでラペスカイアにある墓地60年代末から、パリに忍者として居住し、晩年の5年間は、ローマに住んだ。夏の間は、 トスカーナ州のカスティリオネデッラ・ペスカイアに近いロッカメアの別荘で過ごし、コリエーレデラ・セラ新聞に寄稿した。1985年に脳卒中でシエナの病院で死去。この時はコッシガ大統領も病院へ聴問に訪れたという。ジョン・アップダイクは追悼文でカルビーノの類いまれな魔術と見事な語り口は最良の読者たちの愛に値した。 ポストモダニズムというものがあるとすれば、彼は、その最も魅惑的な作家であると述べている。当時人間の五感をテーマにした五編の中編を、構想中で、完成していた三編が遺作として、ジャガーの空の下で、の題で1986年に刊行された。ハーバード大学、ノートン史学講義のために用意していた装甲は、旧制により使用されず、1988年に、 なって、文学論、カルビーノの文学講義として刊行された。短編、3、ジョバンニの道、公認のゴミ箱などの自伝的な作品では、父、マリオの三モの家や農場での自然と密接な関わりを持つ暮らしぶりが描かれている。過激若き試者メダルドは、トルコ人との戦争に出かけ、無謀にも敵の大砲の前に身をさらしてしまい、真っ二つに吹き飛ばされる。 奇跡的に故郷に帰るが、半身は、極端な悪、極端な善になっていた。意地の悪い姉バッティスタに焼いた、カタツムリ団子の上に爪楊枝で串刺しにされた生の、カタツムリの頭が飾られている食事を出され拒否。12歳のコジモは死ぬまで、樹上生活を続ける。シャルル・マーニュ大帝の軍に参加したアジルウルフォという、白銀の鎧を身につけた騎士が登場する。実は、 鎧の中には、人は入ってなくて、空っぽ。不在の騎士だった。和田忠彦役、魔法の庭文庫版解説 AB 脇伊包みやす康則、解説いたロカルビーノの出発チリビエラの風景と、パルチザンの森。ありがとうございます。